はい、えー、それでは平成30年の論文式本試験、財務会計論の解説動画を始めさせていただきます。担当はレックス二越影山と申します。よろしくお願いします。はい、えー、論文式訪試験ですね、えー。お疲れ様でした。えーまあ、平成30年ですね、論文式訪試験で、えーまあね、各科目、いろいろとですね、えー まあ難しい科目もあれば、えー、簡単なですね科目まあ簡単っていうのはあまりないかもしれませんけどね、えー、まあ難易度がねそれほど思ったほどではないような科目もあったと思いますけども、えー、まあ財務会計論ですね、えー、まず一言で表させていただきますと、えー、まあ非常にね標準的なレベルの問題でした、えー、まあここ数年の中ではね、えー、まあ比較的解きやすい問題だったのかなと思います。 えー、計算の方もですね、えー、ここ3年間第5問の計算なんかはですね非常に難易度が高くて、えー、まあ埋没になっているっていう部分がですねあったんですけども、えーまあ、今回はですねまあ埋没というところまではいきませんでしたでまた後でですね、えー、ボーダーどれくらい取れたらいいのかっていうところはお伝えしますけれども、えー、まあ全然ね、えー、部分点で点数を積み上げていってある程度ね点数を確保していくっていうことがね必要になったかなと思いますはいえー、それではですね えまあ解説ということで、まあ、基本的にはどれだけボーダーを取っていればね合格ラインに乗っていくのかなというところを、ねえー、簡単にお話しさせていただきます。はい、えー、それではですね、えー、第3問からね早速入っていきましょう、えー、第3問ですね、えー、平成27年からですね、えー、同様の形式ですね、えー、まあ今回のです、ね、平成30年も形式的な変化というものはなかったんですけども、えー、第3問。 計算問題がですね、基本的には注文で2台ですね、出ておりまして今回はですね、SS と個別結朗計算書、ね、2つ出ておりましたで、どちらもですね、優しい計算問題になりますんで、えーまあ、相当程度ですね、高い点数を取っていかなければ、まあ、ボーダーラインに乗らなかったかなと、えー、予想されます。えー、このですね、 今回の論文試験の試験特にですね第3問の計算をですね、えー、きっちりと取る取らないっていうところがですねかなりこれ大きく、あのー、響いてきていると思いますんで、えーまあ、ここをねいかに、まあ、守っていくのかね固定数を取るっていう感覚ではなくてですね、えー、いかに落とさないのかミスをしないのかというところがですね非常に重要でしたはいでまず SS ですね SS の方ですけれども えー、回答箇所9箇所ありますけどもね、えーまあ、9分の、まあ、6から7ですね取りたい、まあ、できればね7取っていかなければ、えー、いけなかったのかなとは思います。ねまあ、9はですね全問あってなければですね、えー、これ正答が望まれませんしまあ時間の兼ね合いからですね丸9はまあ捨ててしまってもいいのかなと思いますんで、えーまあ、そこから1ミスぐらいの9分の7ぐらいにのせていきたいというところになります。 はいで本堂が計算の解説はですね基本的にはしていきませんので理論の方うの解説をしていきます。なので、計算の解説はですねまた過去問解説講座なんかがありますしまた、計算の解説冊子もですね作成しそしてお作りいたしますので皆さんのところですね送付いたしますので計算の方はですねそちらの解説冊子の方でご確認の方お願いします。基本的にはは理論の方ね解説していいきます で、えーまあ、基本の7から6ですね、えー、必要だったというところですので、えーまあ、半分だと全然足りないと、えー、考えられますでまあ特に今年はですねこの第3問の計算というところが大きくですね合否を分けたと、えー、考えられますはいで、えーまあ、理論のですね SS に関する理論で、えー、これをですね、えー、一昨年、えー、平成28年のですね論文資試験でも同じような問題が問われましたけれどもまあ多少ねニュアンスが違ってくると、ね、平成28年の問題はですね会社法を,をですね絡めた 問題だったんですけども、まあ、今回はですねそのディスクロジャー制度、えー、ここについてですね言及をしなければいけないという問題でしたでは、えー、まず問題の方からいきましょうか、えー、個別財務省においては利益処分計算書が連結財務省においては連結奨募金計算書が開示されてきた、まあこれ従来ですね えー、現在は株主庁と変動決算書に変更されているということで、まあ、2006年、そこからですね作成が義務付けられたと、えーまあ、それうでう財務省ですけれども、まあ、その変更理由ですね、ディスクロージャーの観点から説明しなさいということで、まあ、企業内容開示制度ですね、えー、ここの観点から説明をしていくということで、はい、えーまあ、内容としましては、従来のですね、えー、時代的背景というものを踏まえていかなければ、これ、説明できないんで、えーまあ、そんなにね、優しい問題ではありません。 会計基準の新設または改正によって純資産の上に計上される項目が増えたと。えーまあ、この当時ですね、2000年初頭、まあ、金融ビッグバンドのです、ね、影響を受け、まあ、90年代後半からですね新しい基準が矢継、えー、ぎ早にですね、えー、投入されたと。で、ASBJ もですね、えー、できてました。で、これから新しい時代にです、ね、入っていくという状況に、えー、突入したわけですよ。で、それによって、 産の部にですすね直接計上される項目が増えたとありますで、えー、これまあ従来は資本の部でしたけれども一応回答上はですね12産の部と名前をですね変えさせてもらいました、えー、なのでまあ従来の資本の部って書いてもよかったんですけどもまあいかんせてですねここは回答業数が3行で非常にですね、えー、量が少ないんで私もですねこの中でどうやってまとめていくのかなってことこれ非常に苦戦をしました。えー、なので まあ当時の資本の部って本当は書きたかったんですが、まあ、それだとですねあの業がですね足りなくなってしまうところでもう13の部にしましたで直接計上される項目が増えてでまたですね商法改正、えー、これは2006年からです、ね、現、えー、会社法に変わったわけですけれども、ねまあ、その商法改正によって、えー、自己株式の処分償却なんかがです、ね、新しくルール付けられてあの、まあ、処分償却なんかももととあったんですけども、ねえー、ただ、えーまあ、その処理ですねその処理自体がまあ少し変わり13の変動要因が増加したと。 はいえーまあ、つまりです、ね、純さんの動きが頻繁になったんですね、旧処方の改正と会計基準の新設改正、えー、まあこういった時代的背景を踏まえて、ですね、えー、純さんの分のです、ね、変動が頻繁になったと。でこれに関してデ、ね、ディスクロージャー制度、ディスクロージャーの透明性の確保、まあ、しっかりとですねその内訳、内容というものを開示していこうというですね、えー、そういう観点から、まあ、SS というものはですね 新しく作成要求されたという形になります株主の持ち分の変動に関する開示ですね。えーまあ、これをしっかりと開示していかなかったらですね、えー、透明性のあるですね開示っていうものができないと。まあ、従来はですね、まあ、現在ほどその12産、まあ従来であれば資本の部です、ね、株主のですね持ち分に関する部分の変動っていうものは、えー、そんなに多くなかったんですが、えーまあ、このね 基準の新設改正だとかですね商法改正によってまあ純一さんのの動きが激しくなったんで、えー、まあよりね明確に明瞭に開示していきましょうっていう趣旨で SS がですね登場したと、えー、そういう背景になります。はいでまあ、えー、4割ぐらいですかねだいたい4割ぐらい取れていればまあ、いいのかなというところでまあ、全く白紙っていうのはちょっときついかなと思いますけども、えー、まあこれをですね正確に書、えー、けるかどうかって言ったらなかなかねそれも難しかったと。 でまあ、会社を絡みであればですね剰余金の配当が、えーまあ、年にね何回もできるようになったとかっていうね、えー、そういうところで数値の連続性を確保することが困難になったみたいなことは講義で扱いしましたけれどもまあそことねちょっとねこの問題の趣旨ニュアンスはねずれているんで、まあ、会社を絡みの内容を書いてもまあ0点ってことはないと思うんですけれども、えー、ただもう少しね角度を変えていかなければ、えー、いい点数は来ないのでまあそういったことを考えるとね、えー、やっぱりまあ3割から4割ぐらいっていうところが妥当かなと。 ボーダ何ーと,、はい、とかねそれぐらいは確保していただきたいなと思いますはい、えー、それでは、ね、続いて個別キャッシュロー計算書の作成に入ります問題の2の問1ですね、えー、個別キャッシュはですねここもまあ9分の7ぐらい、えー、取りたいかなと思います9分の7からまあできれば8ぐらいまで取ると、えー、いいかなと思いますがまあ別に7で、まあ、ボーダー乗ると思いますただまあ6になるとね急にきつくなってくるんでですか まあ本当にここは7を死守というところですかね1問あたりの配点がですねおそらくこれ1問3点で、えー、くると思いますんで、えー、まあ結構1問あたりの配点が大きいんですねはいえー、なので、まあ、取りこぼしが、えー、ないようにしっかりと押さえていかなければいけないとはいえー、内容は非常に簡単ですからね入門レベルですから入門レベルの内容ですから えーまあ、個別キャッシュっていうことでですね、まあ、連結キャッシュを計算書ね練習おそらく論文直前ってされた方多いと思うんですよ、ね、連結キャッシュ苦手だから、ね、連結キャッシュ練習しましょうとそうするとね個別キャッシュがロスかになっちゃうっていう人もね結構いまして、えーまあ、もしかしたら入門生の方が、えー、点数取れるっていう、ね、パターンもあるかもしれないんですけども、ねあうん、ただまあそれをね言い訳にするってことは当然できませんのでなんとかねこのくらいの点数っていうものが必要であったと。 なので今回第3問トータルでですね、まあ、両方ともまあ回答箇所9箇所9箇所で、まあ、どちらもね7箇所ぐらいの政党が必要になったわけなんでまあ9分のごめんなさい18分の14ですかね18分の148、えーまあ、割ぐらいの政党は必要かなと、まあ、計算部分でですよ。なので例えばね18分の12ぐらい取って、えー、まあ3分の2合っていたからねこれはいいかなって思った方はですね実は案外点数よくないと思うんですよ。 というか結構良くないと思うんですねここ結構1台で相当偏差値がですね動いているっていう部分だと思いますからね、えー、その部分については、えーまあ、来年ね受けられる方は、えー、もう気をつけて第3問の計算もしこういうねパターンのこういうレベルの問題が出たら1問1問っていうのが非常に重いんだと。この非常に入門レベルの計算を1個ですねミスするだけで合否が分かれる可能性もありますんで、ね、そういったところはですね、えー、その来年に向けての勉強で、えー、意識をするようにしてくださいはい。 で、えー、理論ですね。えー、非資金取引重要な非資金非資金取引に関する理論で、はい。連結キャッシュロー計算書の作成基準によれば連結キャッシュロー計算書について重要な非資金取引を中止しなければならないとされてると。で、えー、まあそれに関するですね三つの。 問いですねこれを簡潔に説明しましょうということで1番重要な非資金取引を当該計算書から除く理由2番重要な非資金取引を当該計算書に中記しなければならない理由および3番重要な非資金取引について財務諸表の他の箇所に開示することができるとされる理由それを簡潔に説明しましょうということではいもうこれですねまずは1番2番は絶対に書いていかなければいけません3番はここは別に書けなくてもいいです。ははいいいいなのでまあ3分のののでで分分すね、えー、3分の2この2つは書いていきたいと まあ当たり前なんですよね、えー、重要な非資金取引はキャッシュローも伴わない。だからキャッシュロー計算書からは除外していくと。もう本当に当たり前。当たり前すぎて逆にいいのかなって思っちゃうかもしれませんけれども、ね、えー、まあ、ここはかけなければいけません。で、2番、えー、重要な資金非資金取引ですね、えー、キャッシュローも伴わないから本体の中に入りません。でも、中期をしなければいけないんですね。で、なんで中期しなければいけないのか。えー、それは4期以降、長期間にわたってキャッシュローに影響を及ぼす可能性があるためと。 えーまあ、ここはかけなければいけないというところですけども3番ですね、まあ、ここは別にあの全然かけなくても構いません重要な非資金取引について、えー、財務省の他の箇所に開示することができるとされるようとありますまあそもそもねこのルール知らない方も多いと思うんですよで、えーまあ、重要な非資金取引に基本的に中中をしなければいけないんだけどもその中期に変えてほかの,のキャッシュロー計算書における中期に変えて他のですね箇所に開示をするっていうことが OK なんですね でまあ、回答だと開示が重複し明瞭性を損なうこととなるためとありますけれどもつまり中期をしつつ財務諸表の他の箇所に開示をすると二重に開示することになっちゃうんですね。なので中期をやめて財務諸表の他の箇所に、えー、開示をするっていうことも認められるというのが、まあ、この問題の趣旨なんですね。重要な非資金取引について 他の財務省の他の箇所に開示するね。つまり、中期とこれ、財務省の他の箇所の開示っていうものが合わさるとえー、まあ、二重のね。開示になっちゃう。えー、よりは明瞭性の方を書いてしまうんで、中期の方ではなくてこっちのね。他の箇所の開示だけにお任せをするっていうこともできますよ。ということなんですね。だから、まあそのルールを知らないとまあ、回答を思いつかないと、えー、思います。はい。まあ、開示が重複してメール数損なうと。はい。 まあ簡潔に書いてということですからまあ一行です本当に一言で趣旨を、えー、理由を述べましょうという問題でしたはいなのでまあ第3問はですね、えー、まあ総じて問題1の問いの2ですかねここだけですねまあ部分点取れればいいかなっていうぐらいですけども他についてはある程度ですね、えー、点数を確保していかなければ辛い、ね、ということになります、まあ、ここ最近の 論文試験は、まあ、個人的にはもう第三問がキーだと思っていますしやはりねその合格者不合格者の成績をなんかを見てもやっぱりこの第三問っていうところをですね、えー、ここを落とすとまあほぼほぼねこう合格が遠のいていくというかまあ落ちてしまってるっていう方が多いですね、まあ、中には、ね、第三問壊滅的にも分かってる方もいましたけれども、うん、ただまあそれは例外で基本的には第三問である程度確保していかないとね、えー、結構合格は厳しくなると思ってください。 なんで来年受ける方はですねとにかくこの第3問の計算というところはね相当程度意識をして、えー、ミスをしないとそれは別にねあのー、計算を難しい問ので解けるようにする必要っていうわけは全然ないんですよそういう必要はないんですよ、ね、簡単な問題をミスしないっていうその意識を常に持つようにしてください、ね、応用問題ばっかりに目が行きがちになるかと思いますけども、ね、まあ一番ね、えー、簡単な入門期でやったような、えー、内容っていうところをね今一度確認をしていかないと、まあ、足元を救われてしまうという結果になりますはい えー、それでは第4問いきます。えー、第4問はですね、まあ、従来ね、ここ数年はだ、えー、4問形式だったんですが、えー、今回、平成30年の試験は3問形式ですね。えー、一応、注文が1台減ったと思いますね。はい、で内容としては非常に、まあ、両問です、ねえー。標準レベルの両問で、あと、従来のね、ここ27年、28年、29年の本試験と若干違うのはで,ですね、 解、えー、答の行数の多い問題が多少出てきてると27年28年29年っていうのはですね基本的には解答行数は短い少ないで、まあ、2行とかですね、えー、4行とか、まあ、多くても6行ぐらいだったんですよでも今年はですね久々にこの9行の問題が出てますね 問題1の問いの1括弧の2番ですからね実現の二要件を述べましょうねそれにです、ね、関して売買、えー、目的有価証券がな、ねえー、それについて述べてください説明してください,てださいっていうような問題ででまあ急きの問題だとですねなかなかうん答案構成っていうものがですねキーにはなってくるかなとはいでは見ていきましょうまず 第4問問題1問いの1ですね売買目的有価証券の会計処理についての説明でもうここは完璧10割ですね完全に完登、えー、できなければいけませんほか、ね、完璧にできなければいけませんよと、まあ、100%ですねはいで、えーまあ、これ売買目的有価証券のですね 性格なんかも、まあ、書いてもいいと思うんですが行数が少ないっていうことと売買目的有価証券のね さら、えー、なる性格、まあ、つまりこうです、ね、売却することによって事業遂行上の制約がないだとかね時価が投資者にとって有用な情報になるとかっていうところをですね、まあ、過去1位に書いてもいいんですがただ行数が少ない &2 でそれを書く必要があるので、まあ、基本的にはね、えー、私もまあここ迷ったんですけど、ね、事業遂行上の制約だとかですね時価が有用な情報とかっていうのを書こうか迷ったんですけども、まあ、下で書くし、えー、それまで書いていくとですねもうちょっとね4行ぐらいないと足りないんですよね。 2番の方に書いて1番の方はね、まあ、もう少し簡潔に、えーまあ、業数は待っちゃうけれどもこれぐらいにしようかなと思ったんですね。はい、だからまあ4行あればまあかっと同じようにですね、えー、売却することについて事業遂行上の制約がなくそして時価が投資者にとって有用な情報を示すんで時間を持ってビ、えース、えー、価格として評価価額格が当期の損益っていう。 えー、まあ、さにですね、えー、ポイントリストかなレクだと理論問題集っていう、えー、教材があるんですけども、まあ、そのね理論問題集ポイントリストの文言、えーまあ、そのままバチンとねいけるんでしたかただちょっとね行数と他の問題との兼ね合いから、えー、そこはあえて外していきました、まあ、ちょっと行数余っちゃったんですけどね、はい、でその分括弧の2番ですね括弧の2番は、えー、これが急行の問題で、えーまあ、実現の二要件をまず述べましょうと実現の二要件述べて その余計に照らして、各1で回答した評価差額の会計処理ね、えそれ売買目的有価証券の評価差額ですね、当期の損益にしますよっていう、ね、えその会計処理が定められた理由を述べましょうということですね。はい。で。 まあここ9行ありますんである程度ですねこうどういうものを書いていかなければいけないのかなっていうのを頭の中でイメージしてからえー手を動かしていかないとえまあ途中でですね方向転換方向転換になってとうんぐちゃぐちゃなっちゃってですねで修正テープで消してさらにぐちゃぐちゃなっちゃうみたいなことになっちゃいますからねまあ企業ほど法ほどでは全然ないですけどもねまずどういうことを書かなければいけないのかってことをざっくりとねえまあ下書きとかね白紙にメモするっていうことは必要かなと思います。でよいしょと ま,あまずね、実現の2要件書いてって問題文に書いてありますから、とりあえず実現の2要件書いていきますよと。実現の二要件。これを書いていきましょうと。はいで、その後ですね、売買目的有価証券に当てはめると。売買目的。 有価証,、ね、証券に当てはめと。でこれ結果当てはまらないんですね。えー、当てはまらないと。当てはめらない。すみません当てはまらないですね。すみません。当てはまらない。ね、でもですか最終結果として。 えー、実質的には当てはまると、ね、実質的には当てはまる、ね。だからこれに関する、まあ、理由を書いていくと。まあ、答案上で先に理由を書いて実質的に当てはまるよっていう答案にしています。ね、でこの当てはまらないっていうのはあくまでも、まあ、形式的な話ですね形式的な話。 まあイメージとしてはこんなフローですね。下書きなんかを、えー、作りん、そして、まあ、実際に手を動かしていくと。はい。で、実現の二要件、まずね、えー、示します。まあ、これは絶対に書けなければいけません。えー、企業、外部の第三者に対する財貨または勇気の提供とその対価としての現金、または現金投下物の受領ですね。えーまあ、この二要件が、まあ、必要ですね、と。まあ、当たり前ですけどね。 この2要件必要要ですよとでこの2要件を売買目的有価証券に当てはめるとまあ満たさないんですね上記実現の2要件を満たしていないなので期末において評価差額を損益として計上することは適切ないと考えられると、えー、ここで一旦この括弧1番の処理は実現の2要件から照らすと 適切ではないといとううふうに考えられるんだけれどもっていう形で、えー、逆説的に展開をしていきま,すまあ結果的にはねその差額を損益として計上するっていうのは現行制度の上の処理ですから、はいはい、そのために売買目的優化証券ですねここですね売却することによって事業遂行上の制約がなく時間の変動それがですね企業活動の財務活動、ね、企業の財務活動の成果と考えられるんで、えー、これですね実質的には。 だから形式的には満たさないんだけども実質的には上記実現の要件を満たすよとだから評価差額を登記の損益と、えー、処理することができるとまあできるっていうか、まあ、そういう処理にしたんですよとだから形式,形式的には満たさないんだけども実質的には満たしますよだから評価差額が登記の損益、ねえー、こういう処理にえ今なってるとはい。 まあ3段階ですかね大きく書けると2要件満たすあごめんなさい二要件を述べる形式的には2要件満たしませんでも実質的には2要件を満たしますプラスその理由ですね理由理由のところはですねがっつりとマークしましたこの部分はいでただねここまでですねきっちりと書けるっていうのはなかなか難しいですから、まあ、およそ半分ぐらいをね目安に、えー、書いていただきたいなと思います本試験ですねえー、まあ5割 ぐらいですかねまあ、できれば6割ってのは当然確保したいですけどもはいまあ、結論はこれ見えてるわけですよね結論はだって現行制度上評価差額は登記の損益として処理するっていうのは見えてるわけですしまあ、それがわからないという方はまあまりいないと思うんですよだから結論は見えていて入り口は実現の二要件ですからねその入り口の実現の二要件と結論を何とか本試験中に結びつけることができたかどうか別にここまでね書けなくても全然構わないんですよ 特に行数なんかはこれ模範解答だからね何とか埋めますけれどもえ別に半分とかね6割ぐらいでも構いません必要なことがバチンとかけてれば構いませんなのでまあ大事なところとしてはやっぱりこの理由の部分ですね理由付けの部分そしてまあ実質的には満たしますよっていうようなねニュアンスえここが大事になってきますはい でまあ、実質的に満たしますよっていうことを言うためにはやっぱ形式的には満たさないっていうことを言わないと説得力が弱いんで、えーまあ、形式的な話をしてあげなければまんまり話はつながらないわけですけどもただまあそこをね、えー、こう,うまく自分の言葉でつなぎ合わせることができれば、まあ、全然8割ぐらいは、ね、いけると思いますし、えー、なんとかねこう部分点を拾って、えー、まあ9行ありますからね何かしら、ね、書いていけば部分点取れますから。はい まあその中で5割ぐらい拾ってもらえればと思います。はい、えー、それでは続いていきます、えー。次がですね、その他有価証券についてですかね。はい、その他有価証券の BS 価格は、えー、期末日の市場価格に基づいた算定基づいて算定された価格とすることが原則ですと。ただし継続的要条件として期末前1ヶ月間の市場価格の平均にもついて算定された価格を用いることができるということで。えー まあこれその手床所見の BS 科学ですね、まあ、その時価ですね BS に使う時価が期末日のものかそれとも1か月前の平均値かと1か月前ですね、えー、それの平均値かとでこの平均値を使うこともできるということなんですが、まあ、まずこの問題は、うん、まあ基本的には対戦に影響がないと埋、まあ、没に近いですねただ書ける方はんだろう考え方はね書けるのかなと思いますんで えー、まあ本当にまに、あ、一応何か書いてる部分でもらえればラッキーぐらいな形ですかね、えー、まあ1割と期待値ーでいうとまあ12割っていうところですかね、うん、ただまあ最悪まあゼロでも合否には影響がないと考えられますはいまあその他有価証券はですね直ちに売却することを目的としているものではないんでまあその短期的なですね時価価格変動を 期末にですね、えーまあ、例えばですね期末日期末日ですか決算日1日の、えー、時価っていうものをですね、反映させるこれがまあ正しいかっていうと、まあ、必ずしもそれが正しいとは考えられないっていうそういうケースもあるよと。はい。でまあ有価証券の場合ね基本的にはその性格が何なのかっていうところから結論を導き出す場合が多いんですからまあ、ここもですね、えー、なんとかこのその他有価証券の性格ってどういったものかというところをね、えー、考えてそこからうまくひねり出すことができれば多少点数は来たと思いますけどもまあ、さっきも言った通りですね まあ合否には影響がない部分ですから、まあ、そんなにあの気にしなくても構いません。はいえー、まあ正確ですね、多様な性格を持つその手有価書きは直ちに売却することを目的としているものではない。はい、で、合否表全部になっちゃいますね。その手有価書きに付すべき時間に市場における短期的な価値度を反映することは必ずしも求められない。はいまあ、正確、こちらですね。まあ、ここをね、えー、かければ、えー、評価は出てくるでしょう。 それでは続いていきます次がですね運用目的とする金銭の信託ですね問題児の問いの3で、えーまあ、ここはですねあまりまあ講義でも扱っていないかなと思いますんでうんまあできなくても、まあ、ここも体制には影響がないですけどただこれですね基準集にまずその運用を目的とする金銭の信託の有価証券の評価についての、えー、記述があるんですねだから基準集からそれを見つけて えー、そしてそこから考えるってことはできたと思うんですよ。で逆に基準集がなくても、まあ、一応簿記のテキストではねその運用目的とる金銭の信託ってやってますから金銭の信託の有価証券ってどういう評価だったのかっていうことを思い出してそれが分かれば回答ははなんとととく書けるるこでできると思うんですよ、はいちょっとね今基準集実はここ持ってきたんですがこうですかね、えー、金融商品に関する会計記事の18ですね運用目的の信託,財産である信託財産の構成物である有価証券の評価についてとあります。 でまずこの部分ねちょっと書いていく必要があったのかなと運用目的の信託財産の構成物である有価証券は売買目的有価証券とみなしてその評価基準によって処理をすると、えー、でここが分かればなんとなくですね回答は近いことはね雰囲気は書けると思うんですよだからあの別に精度高く書ける人っ要は全くありませんが、まあ、この、えー、基準集からなんとか3割ぐらいですねイメージとしては3割ぐらいは持っていきたいと 3割、まあ、できれば4割ぐらい基準集から逆に基準集に気づかずにで運用目的の信託財産なんで担当の細かい話だって投げ出しちゃった方はおそ、まあ、らく書けないと思うんですよで書けないとちょっとここはきついですね何かしら書いて、えー、部分点を必ず取っていきたいとあのこの問いのにはね、まあ、最悪は白紙でも何とかいいんですけどもこの問いのさんの方は基準集に気づいた方と気づかれない方で差が出てちゃうと。 基準書書に気づいいた方は何かかかしらららてきますからねだからその人と差をつけられないようにするためにはやはりですね何かしらえつまりま基準書に気付くもしくはね、えー、僕の処理を知ってると、ねえー、そういう前提が必要でしたはいでいきますまず運用目的の信託財産の構成物である有価所見でこの評価方法ですね、えー、これは売買目的有価所券とみなしてその評価基準に従って時間による評価を行うということなんで、まあ、売買目的有価所見は時価評価するん、ね、で、えー、評価をしていきましょうと。 はい、これがまずは評価方法ですね評価方法ここまで、まあ、言ってみれば、ね、結論もですよねただその理由その理由はそもそも運用目的通ー金銭の信託がどういうものかっていうところから遡ってね理由を書いていきます、えー、これは運用目的通ー金銭の信託は信託財産の短期的な売買等で信託財産の価値を上昇させ受託者に帰属させるものでありということでここまでが信託財産の性格というか信託財産の何かっていうことを言ってますね ただ別に最悪これはなくても構いません。まあ模範解答なんでね、まあ、行数を見めるために書いたっていうのもまあ少し理由としてあります。まあ最悪これなくてもそんなにいいかなと。だから大事なのはまあその下ですかね。えー、この信託財産はそもそも事業遂行上の観点から売買関係の制約がないんですね。えー、ということは性格としては売買目的有価証券という箇所は非常に類似しているんです。だから時間評価して、えー、その差額を登記の損益に反映させると。 売買目的有価証券でもですよ。これ、問いの1の括弧2番で売却することについて事業遂行上の制約がないって言ってるわけですね、性格は。で、運用目的ツール金銭の信託も結局、えー、事業遂行上の観点から売買金換金の制約がないわけですから、えー、まあ、売買目的有価証券と運用目的ツール金銭の信託は、まあ、非常に似ているんです、性格的には。だから、えー、運用目的ツール金銭の信託の構成物の有価証券は、もう売買目的有価証券と考えて終了するんですね。はい。 まあこのなんとかまあここの部分は基準集からまあちょっとこう議論しましょうかねこの部分基準集から引っ張り出してきたかったかなと引っ張り出してきたかったあわよくまあ,まあ理由かければ、まあ、この黄色い部分とね理由かければですねまあ7割ぐらいは点数くると思うんですよただまあ一応その半分ぐらいの3割、えー、5分ぐらいのイメージを持ってください、えー、ただその前提としてはね知識として 運用を目的とする金銭の信託の知識があるのかそれとも基準集で気づくのかね、えー、まあその2つですねでこれも来年ですね論文試験を受けられる方は一応基準集があるんで配られるんで、まあ、その部分をわからないものがあればね参考にしてくださいあの全部が全部載ってるってわけじゃありませんしその理由は基本的に基準集載ってません 理由とか考え方は、まあ、事業分離のところは、ね、例外的に載っているんですけどもそれ以外の理由考え方っていうのは基本的に載っていないんですけどもただこういう処理についての、えー、ルールは基準書に載っているんで,載ってるんで、ね、だから基準書をね参照するということはちょっと意識しておいてくださいねでおそらく企業法とかね租税法み見たく頻繁に参照するってことはないです財務課程論はほん、えー、まに、あ、1回の試験でね1回2回参照するぐらいです でもまあそれがね結構、えー、点数としては重要になってくる可能性もありますんでね、えー、まあ一つね、えー、その回答のための、ね、助けね手助け鶴だと思って、えー、基準集ってものの意識を持ってくださいはい、えー、それでは次行きましょう次が純資産に関するですねえー、論点ですがまあここはですね2台出ていますけれども、えー、どちらも相当程度高いですね精度で書いていかなければいけません えまあこれはも,もう当連なんかでも出ておりますからそしてどこの予備校でもね、えー、確実に、えー、しっかりと扱ってくる部分ですからねはいえと、ー、いうのにしですね1 2 3の部分において株の支援を区分して表示する理由、まあ、これ概念のあマークを踏まえて説明しましょうということでえー、まあここはですね、まあ、7割8割ですね、えー、行数は8行と長いですけれども7割8割書いていかなければいけませんまあ7から、まあ、できれば9割ぐらい、まあ、当連でがっつり扱っていますからねはい で、えーまあ、簡単に見ていきましょうかね、えーまあ、ここはそんなにもう典型問題ですから、解説する内容もそこまでないんですが、えー、投資の成果を表す利益情報は、企業価値を評価する際の基礎となる将来キャッシフローの予測に広く用いられており、えー、財務報告における情報解除の中で特に重要であると考えられると。で、これ、概念のマークを踏まえてとありますが、えーまあ、私はですね、この冒頭部分、概念のマークから引っ張ってきました、こうですね、ちょっと黄色にしましょうか。 投資の成果を表す利益情報は企業価値を評価する際の基礎となる将来キャッシュフローの予測に広く用いられていると。で利益情報は将来キャッシュフローの予測に広く用いられているから、まあ特に重要ですよと。はい、ここで一個切れます。で、えー、まあ、この利益情報の。まあ、メインの需要者。ごめんなさい、利益利用者及び受益者ですね。えー、これは報告主体の所有者である株主ですね。 だから株主に帰属する投機純利益そしてそれを生み出す株主尊が重要視されていくと。まあ、この真ん中1234行かなごめんなさい123行この真ん中3行ではその投機純利益株主に帰属する投機純利益やそのストック分の株主尊が重要だよってことを言ってます。でまあ結果重要だから区別しようねっていうことですね重要だから区別しようねっていうこととあとはもう一個ですね区別することによって、まあ、クリーンサープラスですね クリーンサープラスの関係性ってことが明瞭化できるんで、えー、区別しようねっていうことなんで、あのー、ここでっていうところをですね、まあ、重要だよねっていうことを5つ重要だから区別しなければいけないねっていうこそのためにつながってでもう1個はまた1個ですね、えー、クリーンサープラスも必要だよねっていうことでだから重要だよね区別することが重要だよねってことで、まあ、2つ理由ね書いてると思ってください。 重要だよとね、報告者の株主に帰属するえ利益と資本は重要だよね、だから区別しようねっていうのと、えー、まあクリーンサープラスに関する、えところでですね、しっかりと、クリーンサープラス関係の明確化、会計上の信頼性っていうところから区別するのが重要だよねっていうね、はい、理由2つですね。まあここはもう、え精度高くね、かけていかなければいけません。で、 あと、まあ、概念をマーク踏まえてとありますが、これ、財務報告の目的の観点からですね、引っ張り出してきてもいいのかなと思いますねまあ財務報告の目的は、投資家による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つ企業の財務状況の開示、つまり、今企業価値の評価っていうものがありますからね。で、その企業価値の評価に必要なものが、え利益情報ですよ、と。えこうか、利益情報ですよ、と。企業価値の評価に必要なものは利益情報ですよ、と。で、その利益情報っていうものは、まあ、この後、まあ、結論同じですけどね。 株主に帰属する特許純益が重要ですし、まあ、そのストック分も重要ですよというような形で、えーまあ、財務工の目的の方からつなげていってもいいのかなとは思いますで私も少し迷いました材木工の目的書こうかなとは迷ったんですけれども、えーまあ、こちらの方ですねちょっと書いたとはいまあ7割型ですね、えー、まあちょっと9割っていうのはちょっとすみません難しかったかもしれませんが8割ぐらいはねちょっと書きたいかなとまあ行数長いですけれども典型ですから まあ多少ね、文章力必要になってくるんで、その分だけね、ええ、まあ割り引いて考えていますけれども、もしこれ解読要素が短ければですね、本当に10割ぐらいかけなければいけないっていう、それぐらい典型度の高い論点だと考えてください。はい。で、次はですね、さらに典型度高いですね。これはもう本当にえ10割、9割10割かけなければいけません。 評価換算差額等を資産の分に表示する理由とそれをカブションと区別して表示する理由を概念のマークを踏まえて説明しなさいということなので、まあ、これはもう定義に当てはめていくということですがただ行数上定義を全部書いていくっていうです、ね、ことができませんので、えー、そこをうまく工夫して書かなければいけません、まあ、そこだけですね、えー、この問題の難しさっていうのは、えー、評価換算差額等の各項目は資産負債の定義を満たさなく資産政府債を許さないため資産の分に表示すると 小賀、はい、資産負債じゃないから純資産っていう、えー、問題の前半部分ですね。ですからこの問題っていうのは2つ聞いてるんですよ。えー、純資産の分に表示する理由と、えー、株主をも区別して表示する理由と2つ聞いていますからね。で1つ目の回答っていうのがここまで。で2つ目の回答はまあ次はねもう株主庁に該当しないっていうことを言ってあげるんですね。 で、大事なのはここですね。評価換算差額との性格は払い込み資本でもなく、かつ当期純利益にも含まれてめられていないというこの点ですよね。払い込み資本もしくは当期純利益であれば、これは株主資本ですから。株主のものなんですね。払い込み資本は当期純利益。これは株主のものですから。 株主のものであれば、株主のだけども、えー、評価換算差額とは、株主のものである株主に該当しない。株主のものである当期準例期でもない。だから、株主に該当しない、ね、報告者の所有者である株主に帰属する株主に該当しない。まあ、ここ一応ち,ちょっと定義書いてみますね。正解っています。まあ、ちょっとね、資産負債の定義書いておらず、株主の定義をね、少し書くっていうのはアンバランスな感じもしましたけれども。まあ、ただ、後半部分の方が、まあ、理由としてより強く書いていかなければいけないなっていうニュアンスを、この問題からは感じるんで。 なので後、ま、半、あ、部分より強く書いていきました。というのも、まあ、この評価換算差額等が順資差に入るっていうことはある意味も当たり前といえば当たり前なんですね。その資産負債の定義をたさないと当たり前といえば当たり前なんで、まあ、ここは所有として、えー、考えていってもいい部分です。えー、ただその中でもなんで株主の意外かっていう方がですねより議論としては重要ですからだからまあここの方がね、えー、定義を書いていきました。まありますけども。えー ただ,んだんまあ定義ね書かなくても行数短いですからね資産と負債の定義全部書いてたら絶対にこれ書ききれないんですよだからまあ資産と負債についてはしれっと書いていきまあよりね株主の方をちょっとですねえ中心に書いていきましたがうんまあここはそのどっちに重点を置くかっていうのはですねえあまり気にしなくても構わないんでいずれにしてもねえ資産と負債の定義に該当しないから純資産入っていきますよそして純資産の中でも株主の定義に該当しないから株主庁以外ですよってその流れが出ていれば OK です ただもうこれも当然なんかでもです、ねえー、出ている内容ですからかなり精度高くです、ねえー、書けるようにしていかなければいけなかった問題です、はい、では続いていきます、えー、第4問最後税効果ですね連結税効果で、えー、まず数字これ簡単ですから絶対に、えー、絶対に合わなければいけませんで問いの2の1位ですね未実現利益の消,に消去に関する税効果ですねこれ国の弁法これも絶対書けなければいけませんでその理由ですねその理由はちょっと難しい ちょっと難しいですが、えー、ポイントリストでもねちらっとしか書いていないのでここは少し難しいかなと思いますはいだからまあイメージとしては34割書ければいいのかなと、うん、ただまあ,あの意外と受験生とね、えー、話をしたら意外とかけていました私の感覚からするとまあ34割かなと思ったんですが意外とかけていてまあただね話した受験生がたまたまかけていただけかもしれないんでね、えー、何人かね、えー、なのでまあ一応34割というまあ えー、ボーダーラインをですね簡単に設定させていただきましたはいでえーまあ、もう一度ね問題文を見ていくと「えー、未実現利益未実現損益の消去に関する税効果の方法で、まあ、その繰延方法ですね繰延方法が採用されている理由を説明しましょう」とありますはいでこれ何でかっていうとね 連結上のですねその未実現利益に関する一次債これがちょっと通常の一次債とは違うんだというのがまず一つ。この理由はねまあ二つあると思ってください。特殊なんだよと。特殊ですよっていうのが一つ目。二つが連結手続き上消去された未実現損益に関する一次債は未実現損益が発生した連結会社と一次債の対象となった資産を保有する連結会社が異なるね。ここが特殊なんだと。と 未実現損益、まあ、つまりこれ売却した方に利益が出ますからね。未実現損益を計上した会社と一時債の対象となった資産を保有する会社が異なる。だから特殊なんですよと。特殊。これがまず一つで。あとね、従来からの観ね、ここもあの実は書いてほしいですね。従来からの実務観光。特殊かつ従来からの実務観光によって、未実現損益の税効果が繰り延べ法です。これがまず一つですね。特殊かつ従来ので、もう一個は その下ですね、えーまあ、その栗延法を採用することも一定のちゃんとした論拠もあるんですよとはいこれが2つ目ですかね栗延法について未実現利益を消去するときに当該利益に対して納付した税金相当額を栗延税金算として計上し、えー、税金費を消去することによって、ねえー、実際に税金を納付した時点において利益と税金表が対応する点で一定の論拠があるはい そういう、ねまあ、論拠もありますすんでで、まあ、ここ2つ目ですかね、えーまあ、実現消去する時に対応関係が上がれますよっていう、ねえー、ところなんで、まあ、一応あの全くこの論理的ではないというわけではないっていう、ね、説明を一応してるんですねその観光だからあの全く会計理論と矛盾、ね、しまくってるっていうわけじゃなくて一応、ね、理論的にも論拠がありますよっていうのをです、ねえー、2番で言っていますが。 うんまあ一番が書けてれば個人的にはオッケーですね。まあ個人的にはというかまあ一番がねその基準上のまあ実務真相かな実務真相のあの論拠になっていますんで、えー、すいません適用真相ですね適用真相の、えー、論拠になっていますんでまあ一番が書ければオッケーまあただ行数があったんで私も二番で埋めたっていうだけなんでねメインは一番ですね特殊でかつ実務慣行を考慮して、えー、国の弁法を適用しているっていう部分ですね。 はい、2番はもう理論的な論拠ねこういう特殊だから実務観光だからっていうわけではなくて会計理論とととしてても一応説明をすすすることができままよいいうのを書いてあげます、はい、ただ、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、1番が書ければいいというところで、まあ、3割から4割、まあ、つまり1番の部分ですね、えー、特殊だったりだとか、えー、あと実務観光とか、ね、ここら辺は、ね、一応講義では扱っていますんで、えーまあ、そこなんとか書けていただきたいなと。はい あと課税、課税関係が完了している云々とっていう話もね、ポイントリストになったと思いますが、まあ、そこを書いても部分点は来ると思います。はい。まあ、いずれにしてもね、えー、部分点あ、白紙っていうのはちょっとまずいですね。なんとか部分点をもぎ取っていただきたい問題でした。はい。では、えー、最後、第5問ですね。目、ね、見ていきましょう、えー。第5問はですね、例年、まあ難しい埋没っていうね、えー、問題が非常に多かったわけですけれども、えー、今回は、 まあ計算はまあ両問ですね。非常にいい問題かなとで。理論の方も計算と絡めてですね、えー、非常にこう理解度をですね、試すいい問題と個人的には思っています。うん、まあちょっともう自分ぽと,と連結の比較,、えー、比較っていうのはね、 まあ個人的にはあまりどうかなっていうのは正直あるんですけども、えー、例えば問題のうちの第五問なんかはすごくいい問題かなと思いますし、まあ、ある程度予想できていたんでまあ当連とかね、えー、多分レックだったら公開模試でですねこういった類の問題出したと思うんですけどもおそ、まあ、らくどこの予備校さんでもね、えー、こういった問題っていうのはあの扱っていたと思いますから。 えーまあ、ここ近年の主流ですよね第5問で、ね、計算の数字を使った理論であったりだとか計算に絡めて理論を説明する解決処理を説明するこういうパターンだったらどういう処理をするのかねそういう説明をさせるっていう問題は、えー、もうここ数年ね、えー、主流のパターンになってきていますので、えーまあ、ある程度練習をしてきた方が多いと思いますということはですねある程度ここもかけていかなければいけなかったのかなと思いますねはいでは見ていきましょう、えー、まず計算部分ですけれどもこれトータル5割強ぐらい取っていただきたいと、えー、5割強 なんでまあ100点満点で言うであればですよこの計算部分が100点満点で言うであればまあ55点とかねそれぐらいは取っていきたいかなと、うんまあ、100分のまあ50から55ぐらい、まあ、できれば55ぐらいでも連結得意な方はですねあのこれもっと取れますからねこの連結のところでですねすごく計算跳ねたっていう人も結構いました、ね、得意な方まあ苦手な方でなんとかね半分でまあ かもなく不可もなくっていうことで5割強ぐらい取ってもらえれば棒だちょっと5割を切ると、まあ、理論とのデッキにもねよりますよここは、ね、理論も結構多いですから理論との兼ね合いにもよりますけども5割切るとちょっとねきつくなっちゃうかもしれません、うん、ただまあ第3問をね失点するっていうように比べれば全然あのまだ、えー、こっちの計算の失点の方が痛くない痛くもかゆくもない第3問に比べれば、ね、でまあ理論との兼ね合いもあると言いましたけども結局計算できる人の方が理論できますねここの問題っていうのは。 なので理論が得意な人でまあ問題の2とかですかね連結の持ち分法の比較なんかがまあ多少書けるかもしれませんけども、えー、どちらかというと本当に計算に関する理論ですから実質はまあほぼこの第5問って8割9割は計算ですね理論の要素ってのは非常に少ないです、あのー、文字はいっぱい書きますよ、ね、文字はいっぱい書いていきますけども理論の要素は非常に少ないかなと思いますはい それではですね、えー、見ていきましょう、えー、問題の1の第5問ですね問いの問題1の問いの5で、えー、これはこういうパターンだったらどうするかっていう問題ですねはい、えー、×5 年度機種において次の1または2の取引が行われた場合 P 社が連結財務称を作成するにあたってそれぞれ必要となる会計書類について説明しましょうと。 はいえー、一つが、えー、B 社が第三者に対して、えー、25万の増資を行った25万株の増資を行った2、ね、番が B 社がその保有する B 社株式の一部である、えー、40万株を第三者に売却、ねまあ、一部売却と直後増資をした場合です、ね、それぞれどういう解決処理するのか、ね、でもうまずですね、まあ、これも再三ね当連解説だったら講義で申し上げていますけれどもその今のね現行説上の連結の 会計処理っていうのは支配が継続してるか支配が喪失されてるのかによって処理が違うんですねだからこういう何かのイベントがあった時は必ず、えー、その後支配継続バージョンか支配喪失バージョンかっていうことを考えてから処理をですね、えー、書いていかなかったら絶対これいけないんですよねこれも再三注意しましたなので今回の問題も自価発行増資であればまずもちろん6 4に減少するんですけども支配は継続してるんですね支配が継続してるとこれを指摘しなければいけない それに対して、一部売却は、持ち分40%に減少するんで、支配が喪失されると。この2つを必ずですよ。これ、これ必ず書いていかなければいけません。はい。なんで、自家発行増資の方は、差額が出れば資本剰余金。で、一部売却のほうは40%に減少して支配喪失ですから、まあ、これは連結から持ち分法の意向ですね。持ち分法を適用すると。 で持ち分適用して、えー、まあ母価修正ですねはいここまでがまあその通常の自家発行増資や売却の処理なんですねでまた以降はこれ川町についてですねわざわざ B 社をですね題材にしてるのはその川町の部分も知ってるかっていうことを聞きたいんですよだからここは川町の部分も書いていきたい川町がないとちょっときつい正直 その売却に関する部分と川町の部分書いてそれぞれ半分ぐらいずつ点数を拾っていって5割ぐらいがイメージですねでそれぞれ5割ぐらい拾っていくとトータルでは6割ぐらいになりますから何言ってるのかっていうとこの前半部分の売却に関する処理とこれから説明しますけれども川町の部分をちゃんと書いていくとだからこの2セットっていうのは必要なんですね過去の今もそうです前半部分の売却に関するものと後半部分の川町に関するものここは両方とも欲しいんですね全くこれがないっていうとちょっときついですね で、両方書いた上で、前半部分で大体半分ぐらい、5割ぐらいの点数。後半の川町部分でも5割ぐらいの点数。で、5割5割でいくと大体6割ぐらいの点数になります。トータルで。まあ、偏差値ベースでいくとね。まあ、もうちょっといくかもしれません。過去にもそうですね。前半部分で大体イメージ5割ぐらい。後半部分の川町でもイメージ5割ぐらいで点数取っていくと6割ぐらい乗るんで、まあ、この第五問題は6割ぐらい取っていきたいですね。6割から、えー、まあ、プラスアルファぐらい。はい。 だって川町がないとですねうん、まあ、偏差値でいうとちょっと伸び悩んでしまうかもしれません。はいまあ、その合否に影響を与えるかどうかっていうところまでいくと、まあ、その大きな影響っていうことまではいかないと思うんですけどもやっぱりジャブとしてね両方これ川町の部分が抜けるとジャブジャブでねちょっと効いてきますから。はい、で川町の方ですを、ね、説明していきますとまず自家発行図書の方はですね、えー、川町を実現しません。ね、取り崩しますけれども実現しませんので。 えーまあ、結局、川町分も資本条件ですね。資本条件に含めると。取り崩しますけども、実現しませんからね、資本条件。まあ、減少持分ち相当額の川町が資本条件。で、一方、括弧の2番の方は、えー、これは連結から持ち分法の移行ですから、損益に影響を与えるんですね。なので、売却損益の修正として処理をしていくと、はい。まあ、これもですね。で、あとはですね、 えー、余力があればねそののれに関する部分は、えー、動かないよっていうところですね括弧の1はのれに関する部分動きませんよとえー、ですね括弧2番ですねこれに関してものれに関する部分含む含まないっていうところはね記述をしてあげる必要っていうのはありますねはいなんでまあそこもあ合わせて記述をすると、まあ、評価が高くなるかなと思いますはい えー、それではあとですね問題の2ですかね問題の2はまあ連結と持ち分法の比較ですんでまあここはね回答なんか見ておいてくださいで、えー、この問題で比較すべき点はですね、えー、4つですねありますえー、自評価ですね資産を抑える時価評価の観点あと段階取得に関するところ、えー、取得関連費用に関する部分とあとは、ね、企業結合により受け入れる、えー、研究開発の途中段階の成果4つありますがまあこの最後のね 企業結合により受け入れた研究開発ですね、えー、ここは書けなくてもいいと思うんですけども他の3つは書いていきたいですねだから4分の3ねトータルね4つあるうちの、えー、3つは書きたい最低2つあの最低2つ最低2つは書いていきたいちょっと1つだときつい2つ書きたいできればというか、うん、まあ本当は3つがいいですねまあ2つで、えー、まあなんとかボーダーちょっとしたぐらいだと思うんですね だから2.5とか取れれば本当はそこが膨大ぐらいかなとは思います。ただまあ一つはなかなか難しいんね。まあ難しいけれども連結論は書けると思うんですね。持ち分の方のは分からないと思うんですけども。連結論方書けると思うんで、まあ場合によっては連結の方を書いてもいいのかもしれませんが。ただからまあそもそも気づくかどうかっていう問題もあるんで、まあここは無視をして、えー、まあ3つなんとか拾っていきたい。3つの中の、えー、2.5ぐらいは拾っていきたいという感覚です。まあ内容自体はね、えー、見ておいてください。はい。で、最後ですね。 えー、最後は、えー、企業結合が行われた期の4期以降にでに公表していたの連絡の金額を大きく変動したというニュースが報道されることあるとこの事象はどのような場合に発生するのか、えー、国内子会社を前提として関連する会計基準を参照し2つ主な変動要因について簡潔に説明しますということで、えー、まあこれも会計基準参照しって書いてありますから、えー、基準集を見てくださいね基準集を見てくださいでそうすると2つあるんですね2つ。 まあこれも回答の方はね皆さんに見ていただければと思いますけどもえ条件付き取得対価の場合と暫定的な解決処理の場合とねそれぞれえ取引が終わった後後でのレンがえ変動する可能性のある取引ですだからこれを書いていただきたいで基準集を参照にすると何となくヒント出てきますからねはいまあこの模範回答も基準集に書いてある内容からですねえ大体作っていますんでねまあ全部ではないですけどね なので、まあ、このうち1つ、ね、これは2つあるうちのどちらか書ければまあいいかなと思います、まあ、2つ書けたらまあこれアドバンテージあると思ってください、まあ、上のね持ち文法もまあ4つしか書ければもうアドバンテージだと思ってくださいここはただ、まあ、問題の3もですね全く白紙だとちょっとね差をつけられてしまうと他でカバーしなければいけないってなっちゃいますからなんとかね1つ書いてもらえてまあどっちでも構いませんで逆にまあ1つ気づいた方はもう1つも気づくっていう可能性も結構ありますここは だから、えー、オールワナスティングっていう可能性もあるとは思うんですけどもまあなんとかねボーダーとしては一つ書いていただきたいとはい、えー、なんでまあ5割ですかねここは5割付近で、えー、なんとか踏ん張っていただきたいというところになります、はい、まあ非常に第五問はもいい問題ですね えー、非常にいい問題かなとは思います。で、まあ、今後も第五問はですね基本的には計算問題があってそれに関するですね解決書類説明したりだとかあと、まあ、こういうパターンだったらどういう解計書類をしなければいけないのかとか、えー、そういうね出題が、えー、予想されますので、えー、またねこの平成30年の問題はですね何回も言うと非常にいい問題だと個人的には思いますので、えーまあ、復習のね題材としても使っていいかなと思います。あの疑問ががなないいんんでですすね難よ これ難しいなと、まあその文章が長い分ですねその模範解答を作る時は結構考えましたなのでまあ本試験ですね皆さん限られた時間の中で考えていかなければいけないのはすごい大変だなとはあのすごい思ってるんですけどもただ内容自体が難しいってことはないんですなので、えー、まあ復習用の教材としてもすごいいいと思いますんでまあ是非ね、えー、この本試験ですね当然じゃなくて本試験をですね活用してまたね来年31年受けられる方はね、えー、その一つの糧として、ねえー、吸収していっていただきたいなと思います はいえー、それではですね、えーまあ、短い時間でしたけれども、論文式の、ねえー、本試験解説は以上にさせていただきます。また細かい、ね、計算等の解説は、えー、過去問解説講座なんかで,ですね、えー、実施すると思いますんで、またそちらの方ですね、えー、機会があればご覧になってください。はいえー、それではですね、講義のほ以上になります。お疲れ様でした